なんていうんですかね、登山家にのあの憧れっていうのは割と僕の中では一般人的な目線かもしれないですけど、まあ、漠然とした憧れはあります。やっぱかっこいいな、そういうところに挑戦する人はかっこいいなっていうのがあって、で自分がの挑戦はスノーボードで滑ることっていう感じですかね。やっぱりなんかこう精神性に憧れますね、登山家の方の、あの厳しいところで挑戦するっていうの。そうですね、やっぱり白馬の人は急斜面と大きな斜面に慣れてるっていう部分はありますね。例えばその登る時とかもどういったライン取りで登るとか、まあお客さん滑らせるにしてもいきなり急斜面ではなくて微妙なこう地形を読んでリスクが少ないところから下ろすみたいな。白馬の山ってまあこんなに大きかったんだなっていうことにこう入れば入るほど気づかされるというか、知らなかった部分にたくさん気づきました。具体的にそのこんな斜面があったのかとか、あとは漠然とただ見てた対面にある斜面を滑ってみたら、まあこんなに長い斜面だったのかとか、こんな行き方、駅の着き方してんだとか、まあ、あんな大きな斜面滑ったこともなかったし、あこんなとこ滑っていいんだみたいな、そういう感覚がこうあった、ね、まあこれをこう滑りたい倒したいなとか、いろんなところにアクセスしてみたいなっていうのが一つの気持ちだった。同じだと思うんですよね、その里山に行ってもアルパインに行っても、まあ、注意しなければいけないことは同じだと思う。やっぱりそこお客さん連れてるっていうのはすごい緊張感があって、お金を払って来てもらってるわけだから、まあたとえそのコンディション悪くても楽しませなきゃいけないっていう責任が、いいとこに連れていかないといけない。まあ面白いですね。白馬のアルパインを滑る魅力の一つとして、白馬の山に挑戦してきた人たちのこう歴史を感じながら滑ることができるっていうのが一つ魅力としてあると思います。僕はこう別にピークを目指すっていうのは関係なくて、その自分がこう思い描いたラインを滑れる、まあ、斜面を見てイメージできるような斜面、こう自分が滑れるような斜面を滑りたい、気持ちよく滑りたいですスノーボーダーとしてかっこ悪い滑り方はしたくないというか、まあ、自分がかっこいいと思う滑りに近づけたいっていうのは常にありますので、それができるギリギリの斜面を選んでいきたいですね。